奥州合戦の後、源頼朝は上洛し、後白河法皇と二人きりで面会した。法皇様が私を追討せよとの宣旨を義経に出した時には驚きましたぞ。あの時はそうするほかなくての。そういえば朝廷の許しを得ずに藤原の泰衡を攻撃した時には驚いたぞ。そうでしたか。戦が終わった後に泰衡追討の宣旨を受け取りましたゆえ、朝廷の意にも沿ったものと安心したのですが。そうであったの。これからも忠勤に励むがよい。ありがたき仰せ。この頼朝ある限り信金を悩まし立てまつることはありませぬ。万事すべてをこの頼朝にお任せくださりますよう。万事すべてとはいくまいか、よろしく頼む。さようで。すべてとはいきませぬか。そうじゃのう、すべてとはいかぬのう。そしてこれまでの功により、そなたを権大納言右近への大将といたしたいか、受けてくれようの。それは喜んでお受けいたします。ですが1ヶ月と経たないうちに頼朝は領官を辞任した。理由はおそらくですが、辞任しなければ鎌倉に帰ることができないと考えたからと思われます。そして頼朝は鎌倉に戻った。その後1192年に後白河法皇が崩御、後鳥羽天皇によって頼朝は征夷大将軍に任ぜられた。1193年、頼朝は駿河の国で巻狩りを行った。おお、我が子頼家が槍をったわー。祝いじゃ。今宵は存分に頼家が活躍を祝うとしよう。それと妻の政子にも知らせよ。我らが息子が槍をったと。ですが、この報告を聞いた頼朝の妻の政子は、武将の嫡子なら当たり前のこと、親バカもほどほどになさいませ。などと冷静に言ったとか。頼家が我が後継者にふさわしい人物だと皆に認めさせる良い機会だと思ったのに。そうしたことがあった巻狩りのとある夜のこと。御家人の工藤祐経が曽我兄弟の仇討ちに遭い討たれるという事件が起きました。日本三大仇討ちの一つの曽我兄弟の仇討ちです。この事件で宿場は大混乱となり、頼朝が討たれたという誤報が鎌倉へ伝わった。本当であろうか。あとにはそれがしが控えておりますれば、ご安心を。この範頼の発言を頼朝が聞き、範頼の謀反を疑ったという説があります。範頼は頼朝への忠誠を誓う起請文を送るも、頼朝はその城中で範頼が源範頼と源姓を名乗ったことを過分として責めて許さず、これを
聞いた範頼は狼狽した。そして頼朝の寝床に潜んでいた範頼の患者が捕縛されるという事件が起きました。その患者曰く、起請文の後に沙汰がなくしきりに嘆き悲しむ範頼様のために形勢を伺うべく参った、全く陰謀にあらずと述べ、ついで範頼に問うと、範頼は覚悟の旨を述べたので、頼朝は範頼を伊豆へ流した。その後の範頼は中殺されたなどの説がありますが、不明確です。この範頼謀反の下りについては、怪しい話が多すぎるとうぷ主は感じています。特に患者が頼朝の寝所に潜んでいたという件は怪しすぎます。範頼のためにと言いながら 100% 範頼のためにならないことを行い、起請文まで出して無実を訴えていた範頼がこれで覚悟を決めるというのも不思議です。義仲や義経、行家など頼朝は自分の親族に苛烈な処断を行っているので、範頼にもその矛先が向けられたのだと考えます。その頼朝は相模川で催された橋供養からの帰路で体調を崩して亡くなった。原因は落馬とも言われますが、定かではありません。